ちは、シラックスです。小田です。こんにちは、平山優奈です。久々にシャットダウンをやっていこうと思います。はい。ルールは簡単。一人3回ずつシャットダウンをするんですけど、その期間は絶対に笑ってはいけない。その期間だね。うん。今は今。今はいいよ。後でスタートって言うから、その時は笑っちゃダメで。はい。で、罰ゲームは一番笑った回数が多い人は、その回数かける3秒。開脚の柔軟を押されるこの罰ゲームでいこうと思います。はい、もう早速やっていきましょう。はい、いきます。おーす、チャンネル登録お願いします。僕からもシャットダウンのやる順番、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。1、2、3。じゃあ用意スタートいきますか。それやばいよ。え、種目は、じゃまず床からいこうか。床からで、うん、じゃあカメラマンに用意スタート言ってもらおう。そうだね。で、笑った判断はカメラマンでお願いします。いきます、用意スタート。じゃあ1番の人、はい、孝太郎からいきます。まず何をやるかだよな。ゆなちゃんずるくない？その、確かにこの裏行った時やべえかもってなってるから。でも笑ってないね。確かに、そう、わざと、うん、あれ、アウトでいい。アウトです。始まっちゃった。始まってないのよ。よし、やってよ。確かに、ここでね、時間稼いでる場合じゃないのよ。1年覚えておいて。1年はい、よスタート。はい、もうやろう。はい、よし。笑いませんか。はい、笑われないのしんどいね。ねえ、くそー。じゃあ平井さん、どこら辺使う？ここ、ここだけ。ちょっとねえ、ダメじゃん。ダメじゃんさ。いや、どうアウトです。おいおい。アウトになった人のスタートお願いします。スタート。で、どこでやる？ここやばいです。やばいです。何してるの？すごい。何してる？え、どう？アウトです。でもやばい。やばいね。やばいね。切り替えよ。何でもいい。何でもいいよ。何でもいいのよ。スタート。はい。で、どこでやるの？まあまあ、もうやろう。やる全然やる。 OK。この判断はカメラマンだね。どっちが先だったのか。孝太郎くんっす。でもね、ゆうなちゃん頭打つ瞬間背中で笑ってたよ。うわー、俺言っちゃうぞ。今日は私言っちゃうかもね。はい、行きます。よーい、スタート。じゃ前中行きます。マジ？ちょっとあっちに行ってもらおう。オッケー。逆行き過ぎ。行きます。前中誰ですか？師匠です。師匠です。はい、もう無理だこれ。何？今？ね、4回。4？ やだ。4番。じゃあ次の器具いこう。はい、鉄棒で。はい、ゆなちゃん弱いね。うわ、難しいなこれ。ここで考えてるからね。いきます。お、はい。うわ、シャットダウンでは笑われないな、これ。難しいな。しかも、なんかもう、恐怖があったわ。本当？体操選手のように。す
え、何やんのって言う。それがシャットダウンだよ。そうかな。次、2番の方、うん、低い方でもいいよ。ね、下げる下げる。何て言うかね。いや、もう簡単な技でいきましょうよ。小さい頃のやつ再挑戦してみてるんですか。出来上がり。確かに。やだやだ。ゆうなちゃんってさ、ここにコクロスが触るの。これ、うん、宇宙人。あ、違ったみたい。頑張れ。何やればいい。でも今、逆上がりは使われてないからありで。難しいんだよ。逆上がりで、シャットダウン。あー、お腹気をつけてね。なん赤ちゃん二人目。どうぞ。いきます。え、やり方忘れた。いきます。はい。いやー、ナイス挑戦です。じゃあ3番目。いや、俺も低い鉄棒でいきます。よっしゃー。かゆっ。あ、ポチッ。5。なんでみんなそんな笑わないの。柔軟がやりたくない。そうだね。ただそれだけ。それに対する思いが甘いのかな、うん、はい、どうぞ。あの鉄棒まで終わった。用意スタート。用意スタートはははははだって。つながってたよ、うん、え、どうした。 6です。これちょっと起死回生チャンスないよ。もう6でしょ、うん、ちなみに0だから。3秒まだやったとしてもね、うん、今18秒溜まってるから、はい、スタート。次の種目いきましょうか。はい、頑張れ。シャットダウンじゃない。狙っちゃってるわ、もう行きやすいから。はい、あとですか。7です。7です。なんでさ、みんなしてさ、こうやって顔が見てくるんだもん。顔が見てくる。スタート。ちょっとなんかルール作ろうね。あまりにももう絶対勝てちゃうから。1個思ったのは、その人のターンで笑わせられたら1ポイントマイナスになるとかはいいっす。マイナスはその人に1ポイントつくんで縮まりやすくはなるから。人を笑わせたら減るみたいな。減るんだ。減って増えるみたいな。たくみが増える、うん、あーいいっす。優秀なカメラマンだわ。じゃあそれでいきましょう。その人のターンにやってない人が笑えば自分のポイントは減って、でも笑った人のポイントは増える。なんで差が縮まりやすいということでやっていきましょう。いい。こうだろうから。笑っちゃったら、どっちで笑うの？あ、じゃあそうする？ちょっと、もう一回。微笑んでるよね。ファイトです。軽く笑ってなかった。気緩んでた。ね。うわ、2だ。うわ、6秒だ。説明。最後のスタート。最後のターンは笑わした人はポイントが減る、笑っちゃった人は普通に増えるっていうやっていこうと思います。ゆうなちゃん、いっぱい仕掛ければいっぱい笑ってもらえたらいっぱい減る。そう、ありがとう。じゃあ僕からいきます。え、これ難しいよ。自分のターンっていうのを好きに使ってもらって。 OK、 うん、いきます。うわ、あ、やばい、落ちない。チラチラカメラ見てやる。終えます。はい、2番目、やれば頑張れ。何やればいいの。
え、もうピットに出てもいい？じゃあね。はい、OK。頑張れー、いけるぞー。3分の2それじゃないですか。にこやかなんでそう、誰が今、今どっちで笑った？自分？自分もうダメだ、我慢しなくてやめると笑えてくる。で、どっちで笑ったの？自分。あ、自分？じゃあシンプルに1ってことは9。 9？ は？え？あれ、もう一回行こうとしてる。スタート。はい、5。5。よっしゃ、終わる。終わりだから、ゆうなちゃんが俺のこととかめっちゃ笑わせたり、こうたろう笑わせたり、今のターンですれば理解でした。あ、やっと今はだか、うん、修行します。修行頑張ります。高木君マイナス1のってことは8になりました。そうそう、そういうこと。マイナ1、マイナ2、マイナ8。トータロー、いけるよ。何がトータロー？にトータロー、にやれば。あ、俺が言うんだ。そうそうそう、まだ下の下スタート。足の裏はついてる。なんで高木くんです。まあ、左はポイントかな今の。じゃあ、マイナ2？ マイナ2で7。スタート。さっきから怖いの。まず厳しめに行こう。ここからにやけもなし、カメラマン判断超厳しくていいよ。バシバシ止めてもらって、うん、とりあえず早くやってみよう。行きます。頑張ー。あ、この上でやるわ。オーケー。うわ、めっちゃ楽しいわ。孝太郎くんです。やばいよ。だってね、ターン終わるまでよろずにさ、帰ってきたよね。折れますって言ってないから、まあ、続いてるからね。あ、じゃあ、これ3、3で、俺が減る。1になったね。うん、OK、1、3、7。OK、いきます。よー、スタート。もうマジで厳しくね。いきましょう。OK、ピット出るわ。はい、いきます。臭くない？これ流したの？うっしない。コタロ君はです。マジで臭くない？服に酔った。え、臭いよね。生産しよう。生産0、4、0、4、7。わかんなくね。わかんないよ。わかんないよ。ちょっと4やばい。じゃあ開始。はい、2。いや、マジで、え、めっちゃいい匂いでは。小学生の時のザリガニ釣りの匂いがする。ザリガニ釣りの匂いがする。いや、今孝太郎言ってたけどな。何が？ザリガニ釣りで。これ匠くんです。おかしいだろ。いや、その前に笑ってたから。でも分かんないもんね。知らないもんね。見といてよ。知らないんだから。いや、こんな。なってたからね。全然そういうさ、でっち上げんのマジ良くない。はい、はい、スタート。え、違う、生産しようよ。あ、クソだ。待って、こっちにスタートを生産しようよ。クソだった。それはさ、有効なスタートですか？
有効です。有効ですって誰だ小太郎君。うわ、マジかよ。じゃあ、一旦ストップね。うん。はい、清算しよう。うん。1、4、7。OK。じゃあ、俺から返して。返し！はい。そう。ねえ、なんか小学校の時のザリガニの時思い出さない？思い出さない。あ、マジ？俺は思い出した。からさっき、うん、ちょっと笑ってしまった。うん、懐かしやーと。でも笑ってしまったって言ってるから。トロ君です。いや、いやだってザリガニの時笑ってなかった程度だから、笑ってしまったって言ってた。5です。で俺ゼロね。うわー、うざ。ゼロ五七。もうユウラちゃんが分かった。仕掛けたらもう同点だよ。そうですそうです。うん、じゃあ用意。スタート。はい。じゃとりあえずさ、体操系のチャンネルなんか動こう。そうだね。それはマジ。それはマジ。まだまだ終わってないよ。ターンで。ターン。シダターン。じゃあマジでピット出ます。はい。いきます。はい。え？顔が戻んない。え？たくみくんです。あぶねえ。あぶねえ。自爆かな。ね、うん、こっちなんか仕掛けてた今。何も俺もやってない、うん、はい、じゃあもうただの前ないにして、スタート。まあラストにしようかな。まあ自由なんでね、終わるか終わるか、うん、あ、もうここで終わり？もう終わりだよ。そういうこと？そう。今、コタロやってなかったか？洗い乾かした。行きます。行きます。光る。いいねー、俺の位置。うん、裏の動画10回くらい見たから。面白くない。面白くないというか、そこでは笑わない、うん、じゃあ一応スタートね。はい、でももう終わりなんで数の集計2、コタローが12、30、ボーク、水木、この動画大丈夫？これだけさ、プロにさ、委託していい編集2分とかになっちゃう。で、俺が何だっけ、俺5 7 7 2 2。はい、ということでゆなちゃん罰ゲーム。7321秒17。ちゃんと痛いぐらいでやりましょう。はい、いじめじゃん。座っていいよ。来た。で、はい、足上げて。しょうがないよ。21秒数えます、僕が。ほぼついてんじゃん。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。炎上しないっすね。大丈夫だよ。だって13、夫婦だもん。14、15、16。楽勝そうじゃねえの。18、暑い。どういうこと？19、20、21。本当に？暑い。ナイスでした。やってみる？いい。みんなで。あ、回数分？うん。やる？うん。6ですよ。俺6、6です。30。俺5、30。なんで5なの？何秒？6。6秒？うん。じゃあ6秒。うん。ちゃんと数えときもよかったんですよ。ねえ。始まってる。まだ、ちょっと映った。
早く釣ってるから早く。よーい。あ、痛い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 、それジュニアのやり方、痛い。うわー、マジでユーナちゃん、ねえ、どかっちね、痛い痛い。いや、俺はどっちにやられるのか、今はもう恐怖でいっぱいいっぱいです。暑いでしょ。暑い、確かに。で、久保太郎が30秒。15、あ、15。いくよ、スタート。始まってる、始まってる、あ、まだか。ということで、笑ってはいけないシャットダウン選手権でした。はい、もういいか。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画を見てね、イベントとか練習にも呼んでね。